本日は自分がすごい悩まされた疲労骨折の予防のストレッチについてちょっと紹介しようと思います。自分自身の経験なので別に医学的根拠があるとかなんかそういうわけではなく、自分がこういう原因で疲労骨折したんじゃないかな、だからこれをこうすれば予防になるんじゃないかなと思ってやってみたら実際疲労骨折しなくなったんで、それをちょっと紹介したいと思います。でまず原因なんですけど、ここからここ肋骨からこのここがこうゴートをこぐことによってどん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 こうどん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 こう猫背になってって、で1週間2週間経つと痛む、圧迫されて疲労骨折するっていうのが原因なんじゃないかと思いまして、でそれをどうやって、まあ、ボートってこう引っ張られるスポーツなんで、どん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 こうなっちゃうんですよ。なんで、で練習が終わった後にいかにこう戻すかなんですけど、足をできるだけガニ股にしてもらって180度ぐらいすると胸を自動的にこう張ることができるんで、でこの状態から膝を曲げます。で慣れてきたら膝を足を広げて180度、で座ったり立ったり立ったり立ったりを繰り返すと、本当背中やってるうちにもう背中のこのラインがこれではなくもうピシッと立てるようになるので、ぜひこれやって上手後疲労骨折でよく悩んでる人はやってみてください。で慣れてきたらこう下でこうひねったり、で結構まあ、2、3分で終わるストレッチなので手軽にできて、上体後まっすぐな姿勢でご飯食べれたり夜眠ることができるのでおすすめです。本当にこうなってくると夜寝るときもなんか寝るときにすでにこうなってるんで、もう枕が必要なくなるんですよね。綺麗に立てる座れてるときは枕があってちょうどいいのに、もう疲労骨折する1週間前とかはもう枕が必要ないぐらいこう丸くなってることが多いので、自分疲労骨折よくしちゃう人はもう食事のするときの自分の姿勢、もう丸まってくるとどんどん肘ついて食べちゃうことが増えてきたり、寝るときも枕がなんか高く感じるなとか、だからそういう日頃の姿勢の変化に気づくこともすごい大事だと思ってます。でこのストレッチをしながら漕いだら戻す、漕いだら戻すっていうのをぜひやってみてください。ありがとうございました。以上です。